と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物があるんです。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット中は甘いものを我慢している人って実際多いですよね。そんな人がきな粉を取り入れることで自然な甘みを楽しみながらダイエットができます。甘いものが大好きという方にぜひ取り入れてほしいきな粉ですが、きな粉って粉末なのでそのままだと使いにくいって思いませんか？ここで今回の動画ではきな粉と合わせてダイエット効果を倍増させる飲み物について解説していきます。今回の動画の前半ではきな粉のダイエット効果を3つ解説していき、動画の後半ではきな粉と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物を5つ解説していきます。この動画を最後まで見ていただくと、きな粉を飲み物と一緒に上手に取り入れることで満腹感が得られて甘いもの欲を抑えながらダイエットができるので、ぜひ最後までご覧くださいね。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速きな粉のダイエット効果を3つ解説していきます。きな粉のダイエット効果1つ目は便秘解消。突然ですが質問です。毎日便通があるから大丈夫と思っていませんか？実は毎日便通があっても、もしすっきりしていないなら実は便秘なんです。便秘のままだと痩せません。そこできな粉の出番です。実はきな粉は大豆製品の中で食物繊維量がナンバーワンなんですね。きな粉大さじ2杯で約 5g の食物繊維を摂ることができます。食物繊維は1日あたり 20g は必要な栄養素なんですが、多くの方が不足していると言われています。きな粉を1日大さじ2杯摂取するだけで1日に必要な食物繊維の4分の1を摂ることができます。なのでわざわざ食物繊維の健康食品やダイエットサプリを買わなくてもきな粉を摂れば OK です。お豆腐や納豆に比べて賞味期限が長いのとお手頃価格なのも嬉しいって思いませんか？このように手軽に食物繊維が摂れるきな粉を使わないではないですよね。きな粉の食物繊維は胃や腸の水分を吸収して膨らんでくれます。すると腸の蠕動運動を活発にしてくれるので自然と便通を促してくれるんです。またきな粉は痩せ菌と呼ばれる腸の善玉菌を増やす働きがある大豆オリゴ糖を含んでいるので腸内環境を整える効果もアップします。すると便秘も解消されて基礎代謝がアップするので自然と痩せていきます。きな粉のダイエット効果2つ目は脂肪の蓄積を抑える。もうこれ以上脂肪を溜め込みたくないと思いませんか？きな粉に含まれる食物繊維が血糖値の急上昇を抑えてくれるので脂肪を溜め込みにくくしてくれます。例えばきな粉に含まれる食物繊維は粘着性があるのでゆっくりと胃や腸を動いていくんですね。すると糖質の吸収を緩やかにしてくれるので食後の血糖値の急上昇を抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果がアップします。さらに嬉しい効果は次の食事の後の血糖値の上昇も抑えてくれる効果もあるんです。例えば朝食にきな粉を食べると大豆オリゴ糖の作用で血糖値を下げるインスリンの分泌を促す作用が働きます。その効果は食後3時間から4時間続き、昼食後も血糖値が上がりにくくなると言われてるんです。このように朝きな粉を食べておくとお昼まで血糖値の上昇が抑えることができるなんて、これは食べた方がいいに決まってるって思いませんか？きな粉のダイエット効果3つ目は生活習慣病の改善。生活習慣病を患ったまま健康で綺麗に痩せるなんて無理ですよね。そこで大活躍するのがきな粉に含まれるイソフラボンです。女性ホルモンのエストロゲンと似た働きを持つと言われています。ところがこのエストロゲン残念ながら加齢とともにどんどん減少すると言われています。なので更年期障害などの症状が出やすくなるんですね。例えばなんだか最近もイライラしてつい食べ過ぎてしまう、以前と食事量も運動量も同じなのになぜか太ってきたなんてことないですか？実はこれ更年期のサインです。そこできな粉の出番です。きな粉を摂取すると更年期障害を和らげる効果があります。またきな粉のイソフラボンには動脈硬化を防いだりコレステロール値を下げる効果もあります。痩せたいけど健康も気になっている方はきな粉がおすすめです。このように素晴らしいダイエット効果のあるきな粉ですが、たくさん摂ればダイエット効果が高まるというわけではありません。おすすめは1日大さじ2杯です。でもきな粉をそのまま大さじ2杯で食べ
食べづらいですよね。実は食べ物と合わせて摂取するよりも飲み物と合わせる方が吸収が早いのでダイエット効果がアップします。そこで次のパートできな粉と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物について5つ解説していきます。きな粉と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物、1つ目はココアです。ココアを飲むとなんだかほっこり幸せな気持ちになりませんか？おやつ感覚で満足感も高いですよね。そんなココアは脂肪の燃焼を促進する効果があります。また発酵食品なので痩せ菌を増やすこともできるスーパーフードなんです。ここにきな粉の良質な植物性タンパク質と食物繊維が満腹感を持続させる効果が加わるので、この2つを組み合わせると食欲を抑えつつ脂肪燃焼効果がアップします。例えば朝食にきな粉とココアを混ぜたドリンクをホットで飲むことで1日を通して食欲を抑えてエネルギーを効率的に消費することができます。朝から脂肪をガンガン燃やす体作りができるというわけです。またココアに含まれるカカオポリフェノールが体の酸化を防ぐので脳が活性化します。朝からどんよりした気分で1日がスタートするよりも頭がすっきりした状態で気持ちよく1日スタートさせることができたら嬉しいですよね。またココアは砂糖などが入っていない純ココアにしましょう。甘みが欲しい時は純粋蜂蜜をティースプーン1杯くらい入れて飲むと蜂蜜のオリゴ糖の効果で痩せ菌が増えるのでおすすめです。きな粉と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物、2つ目はトマトジュースです。トマトジュースにきな粉と聞いてちょっと変わった組み合わせだなと思いませんでしたか？実は不思議と合うこの組み合わせ、意外な美味しさにきっと驚かれると思います。トマトジュースはリコビンという抗酸化物質がたっぷりです。なので体内の脂肪を燃焼しやすくします。そこにきな粉のビタミンや良質なタンパク質と食物繊維がプラスされるので、この2つを組み合わせると脂肪を燃やしつつ体に必要な栄養素がバランスよく取れるんです。要はトマトジュースにきな粉を加えるだけで一気に栄養満点のスーパードリンクに変身するというわけです。例えば朝にきな粉を入れたトマトジュースを1杯飲むことで午後からのカロリーを消費しやすくなります。体脂肪を減らしながら腸内環境も整えてくれますし、トマトのリコピンがメラニンの生成を抑えてコラーゲンの産生を促すので美容ドリンクとしてもおすすめです。朝からお肌プルプルの状態を作って一日をスタートできたら気分も上がって最高ですよね。きな粉と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物、3つ目はアーモンドミルクです。アーモンドミルクは牛乳や豆乳と比べて低カロリー、低脂質、低糖質なのでダイエットには超おすすめです。またなんといってもアーモンドミルクの一番の特徴は若返りのビタミンと呼ばれるビタミン E が豊富に含まれていることです。これが細胞膜の錆を抑えて肌の老化を防いでくれるんです。また肩こりや手足の冷えで悩んでる女性って多いですよね。アーモンドミルクのビタミン E は血流を良くする作用もあるので肩こりや手足の冷えで悩んでいる方には特におすすめです。またアーモンドミルクにはカルシウムも含まれています。最近の研究ではカルシウムと体脂肪の関係も分かってきていて、カルシウムをたくさん摂っている人の方が体重や体脂肪の増加が少ないという報告があるんです。こんなアーモンドミルクにきな粉のタンパク質と食物繊維を合わせると低カロリーで栄養価の高い健康美容ドリンクになるというわけです。例えば朝にきな粉入りのアーモンドミルクを摂取することで1日に必要な栄養素をしっかり補給できます。特に朝はバタバタしていて朝ごはんをしっかり食べる時間がないなんてことないですか？そんな方には特におすすめです。よくアーモンドミルクはスーパーでたくさんの種類が並んでいてどれを選んだらいいんですかという質問をいただくんですけど、美味しく飲めるように売られているものは糖分が入っている場合があります。なので無添加の無糖タイプを選んでくださいね。きな粉と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物、4つ目は甘酒です。飲む天敵と言われるほど甘酒には栄養がたっぷり含まれています。また甘酒は発酵食品で食物繊維も豊富なので腸内環境を整えてくれます。腸内環境が悪いと脂肪を吸収しにくくする短鎖脂肪酸が減ってしまい太りやすくなるんですね。なので便秘の方には特におすすめです。また甘酒には過剰なメラニンの生成を抑えてシミやくすみを防ぐ麹も含まれています。ここにきな粉の高い栄養価、特にタンパク質と食物繊維
を組み合わせることで消化吸収を助けて満腹感も持続させることができる美容ドリンクになるというわけです。例えば朝食としてきな粉と甘酒を混ぜたドリンクを飲むことで腸内環境が整って朝からお腹すっきり、1日の代謝がスムーズに進みます。また甘酒ときな粉の自然な甘みと栄養が一緒になることで甘いもの欲を抑えて満足感がアップするのでおやつ代わりにもおすすめです。きな粉と合わせるとダイエット効果が倍増する飲み物、5つ目は緑茶です。緑茶にきな粉とびっくりされる方も多いんですけど、これが意外と相性が良くて飲みやすいんです。よく抹茶ときな粉のスイーツって見かけませんか？あの組み合わせって美味しいですよね。なので抹茶と合わせても美味しいのでおすすめです。緑茶にはカテキンという脂肪を燃焼する成分が含まれています。そこにきな粉の豊富なタンパク質と食物繊維を組み合わせることで満腹感を維持しながら脂肪を効率よく燃焼させることができるというわけです。例えば朝のコーヒーを緑茶に変えてそこにきな粉を混ぜて飲むだけで余分なカロリー摂取を抑えつつ脂肪を燃やしていくことができます。緑茶のカフェインとカテキンがエネルギー代謝を高めてきな粉の食物繊維が満腹感を持続させるのでついついお昼が来る前に完食してしまうなんて方におすすめです。今回紹介したきな粉と合わせて飲むと痩せる飲み物5つはきな粉のダイエット効果を最大限生かすために朝飲むことをおすすめします。朝8時からお昼12時までは最も腸が活発に動く大切な時間なんですね。このタイミングできな粉を摂取することで腸の動きが活発になって痩せやすくなるのでぜひお試しください。するとさらに腸内環境が整って根本的な痩せ体制と生まれ変わることができます。今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。きな粉のダイエット効果3つは1、便秘解消、2、脂肪の蓄積を抑える、3、生活習慣病の改善。きな粉と合わせて飲むと痩せる飲み物5つは1、ココア、2、トマトジュース、3、アーモンドミルク、4、甘酒、5、緑茶でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。